カノ温泉の一六夜温泉の一六夜温泉は、鳥取県鳥取市六夜町今市にある温泉。カノ温泉は、浜村温泉と同じ谷筋の上流側にあるが、浴用の温泉としては、比較的近年になって開かれた温泉である。付近では、コラより、電磁から湯が湧いており、怪我の治療などに用いられていた。付近には、 湯など温泉に由来すると思われる地名が残されている。1953年になって試屈が行われ、鳥取大学による調査の結果、翌年に本格的な掘削が行われて、開け有した。開発された源泉は10あり、多くは単純泉で、一つだけ単純放射能泉だった。1955年には条例を定めて、 これら源泉をすべて六野町が集中管理することになり、1966年8月1日に、厚生省国時第351号によって国民保養温泉地の指定を受けた。国民保養温泉地となった、加納温泉は、観落施設の進出を阻みつつ、温泉病院、保養地や民間のペンション村が整備された。さらに、 民間企業の保養所も創立されて温泉を引いている。さらに温泉の背後の給料が造成され250区画の小指寺が丘団地として分譲された。この分譲地には全宅地に温泉の給湯配管が整備されている。鳥取県が入湯税をもとにして温泉の利用者数を算出した調査によれば、加納温泉は近年、 毎年一万数千人の利用者が訪れている。周辺では温泉熱を利用してフリージや柿つばたやバラ栽培なども行われている。この時、吉岡温泉も同じように指定を受けている。鳥取県では平成9年までは各自治体の申告数に基づいた推計値を温泉の利用者数として発表しており、 それによれば温泉客は開け湯以来、右肩上がりで伸び続け、バブル崩壊後も増加しており、この方式での調査の最終年である平成9年には、年間10万人弱の利用者がいたことになっている。ありがとうございます。